世界最強3トップも不発だった。欧州チャンピオンズリーグ CL 決勝トーナメント1回戦第1戦14日イコール日本時間15日でパリサンジェルマン PSG イコールフランスは3期ぶりの優勝を狙うバイエルンミュンヘンドイツ2-0で敗れた。 PSG はアルゼンチン代表 FW リオネルメッシとブラジル代表 FW ネイマールの2トップで臨むもなかなかゴールが奪えない。後半8分に FW キングスレイ・コマンに先制弾を許すと、12分にベンチスタートのフランス代表 FW キリアン・エムバペラを投入。37分に左サイドから MF ヌノメンデスのクロスにエムバペが合わせて同点としたものの、VAR、ビデオアシスタントレフェリー、デメンデスがオフサイド。幻のゴールとなった。直後の39分にはメッシがフリーでシュートを放つも DF にブロックされるなど、押し込みながらもネットを揺らせなかった。PSG が2023年に入って公式戦で敗れるのは5度目。DF セルヒオ・ラモスは、第2戦はもっと個性を発揮し、推進力を高めなければならない。重要なのは最終結果だ、と巻き返しを誓った。第2戦は3月8日、同9日にミュンヘンで行われる。